19世紀末頃のニューイングランドの捕鯨船。捕鯨船とは、捕鯨に用いられる船のことである。日本の法令上は、各種捕鯨業やイルカ漁業に用いる漁船の一種にあたる。国際捕鯨取締条約では、以下のような用語を使用している。ここでは、捕獲に使う船のみでなく、捕鯨船団を構成する、特徴的な船についても述べる。キャッチャーボート第 1K 丸キャッチャーボートクジラを、 捕獲するためにロープ付きの森を打ち出す。捕鯨砲を搭載し、直接の捕獲に当たる船。高いマストに見張り台を備え、第二次世界大戦後になると、元むくじら用にソナーを装備する船が多くなった。捕鯨砲が据えられた選手は、公用性を高めるために高い選手楼になっている。設計が多く、しばしば、ガンナーズブリッジと称する、キャットウォークで、船橋と繋がれている。 船員には鉄砲船とも呼ばれた。1950年代頃までは、クジラに接近を気づかれないよう、主機関にはディーゼルエンジンよりも水中騒音の低いレシプロ蒸気機関を使用するケースが多かった。1987年から2019年に行われた日本の調査捕鯨の船団では、標本採集船と呼ばれ、目視調査船を兼ねる場合は、 目視最終戦と称していた、捕鯨母船クジラの解体加工設備を有する船。捕獲したクジラを解体用の甲板にあげる、スリップウェイやクロウと呼ばれる専用設備がある。解体作業の他に、ゲイユの製造設備を持つものは、捕鯨光線とも呼ばれ、クワナー、ボイラーやハートマンボイラーに代表される、蒸気式の大規模なゲイユ採取設備を搭載した、ミールプラントと呼ばれる資料、 非常用製造設備や船団への補給設備を有する場合もある。日本では1970年代後期以降、母船式捕鯨の縮小により、冷凍光線や塩蔵光線の随伴をやめ、捕鯨母船に食肉用の芸肉冷凍加工設備や塩蔵加工設備を搭載するようになった。1987年から2019年に行われた日本の調査捕鯨の船団では、 使用された日清丸は調査母船と呼ばれていた。塩蔵光線捕鯨母船が解体したクジラのうち、食用にできる部分を長期保存が可能なように、塩漬け肉に加工するための船。冷凍光線塩蔵光線が、塩漬け肉に加工した牛肉を冷凍保存する冷凍冷蔵庫設備を備えた船。塩蔵、冷凍光線は、日本をはじめ、 芸肉を大量に消費する文化のある国が保有したもので、芸油のみを目的として、捕鯨を行っていた国では存在しない選手である。後には塩蔵と冷凍保存の両方が一石で行える船が主流となった。輸送船捕鯨航船,船で生産された芸油を輸送するための船で、タンカーの一種。欧路では重油やディーゼル油を搭載して、船団を構成する各船への補給を行い、 袋では生産した原油を積載する例が多い。また、食料や各種生活物資を搭載した船団への補給船としても用いられた。日本の戦後難病用補給では、往路の途中で船団へ燃料を補給した後は、船団を離れ、中東地域で船舶用燃料を積み込んだ後に、難病用で合流して、再び船団に燃料を補給。 生産された原油を積み込んで、輸出先である欧米に経営を輸送した後に再び、中東地域に寄港して、日本向け原油を積載、日本への帰路につき、原油の荷下ろし後に次の船団に随行する、というローテーションで運用され、その業務の性格から、中石輸送船と呼ばれた。元無鯨船捕獲対象の鯨の捜索を担当する船。 A クジラ船捕獲後に空気を充填したり V をつけたり、したクジラを捕鯨母船まで栄光する船、元無ラ船、A クジラ船ともに、専業の船が建造されることは少なく、旧型のキャッチャーボートを流用する場合が多かった。小規模な船団では、船団内のキャッチャーボートが持ち回りで担当する例も多かった。大発邸川崎船とも、日本の船団式捕鯨で、 捕鯨母船で大まかに解体した芸肉を冷凍光線などへ移送するのに用いられた小型艇、捕鯨母船に搭載された大発艇の名称は、旧日本軍が用いた上陸用集艇の一つである大発動艇の略称に由来するという説がある。なお、講述するように戦時には、捕鯨母船他の捕鯨船は徴用されて、軍用艦艇として使用されており、また、戦時が終わると、 軍用艦艇が払い下げられるなどして、捕鯨船に転用されるという逆の例もある。日本では、戦後に、近海捕鯨で、捕鯨母船として用いられた第1号型輸送艦9号艦の例がある。北海道の網走、函館、宮城県石巻市、鮎川などを基地とする、太平洋方面沿岸、沖合水域の捕鯨や、千葉県南房総市、 和田などを基地とする暴走沿岸捕鯨、和歌山県大地町の沿岸捕鯨、佐賀県呼武湖、唐津などを基地とする再開沿岸捕鯨等では、母船式沿用捕鯨の日本導入と前後して、小型のキャッチャーボートを用いた近代捕鯨が導入され、発達した沿用捕鯨のキャッチャーボートと同様にクジラに接近を気づかれ、憎い低騒音の期間が好まれ、焼き玉エンジンが長く用いられていた。 漁業法令上は、100層トン以上のキャッチャーボートを使用するもので、母船式捕鯨業以外のものを、大型捕鯨業、50総2019年7月の日本の商業捕鯨再開の時点では、6事業者5隻の沿岸捕鯨船が創業している。天マネ線船和歌山県大事上で、明治時代から昭和40年代まで、近藤鯨の月取り漁に使われていた小型のキャッチャーボート。 大正時代以降、動力化される、動力は、小型焼き玉エンジン。ここでは、捕鯨船の発達の歴史のみを追う。捕鯨全体の発達については、捕鯨捕鯨の歴史を参照。捕鯨砲を装備したノルウェー式捕鯨船古代の沿岸捕鯨時代では、カヌーのような手漕ぎの小舟が用いられたと考えられる。伝統的な捕鯨地域では現在でもこうした方式を、用いている例がある。次第に、 より大型の保船舟を用いて外洋に出て、捕鯨を行うようになった。これらの保船舟には、捕鯨ボートと呼ばれた、細長く高速の専用艇が4から7隻ほど、搭載され、クジラを発見すると、捕鯨ボートを下ろして、森や捕鯨銃などを使い捕獲を行った。捕獲後、元船である捕船の原則にクジラを経流して、油側が剥がされた。本船には、炉がせ、こうした。 半層捕鯨船は小説、白鯨にも登場するように、特にアメリカでは非常に盛んに用いられた。1860年頃には、ノルウェーで甲板固定式の捕鯨砲が開発され、棋船に捕鯨砲を装備したノルウェー式の捕鯨船が実用化された。これにより、従来は捕獲が困難だった長ジラ科のクジラが容易に捕獲できるようになった。 捕獲後はクジラを港へ栄行し、陸上の工場で解体加工することが多かった。初期は100相当以下の小型船であったが、後の南極海での船団式捕鯨で、キャッチャーボートとして活躍した中には900相当に達するものもある。通常はスクリュー1機の一軸型であるが、運動性の高い座灯クジラ捕獲を目的として、小回りの菊に軸型も建造された。 捕鯨母船の船尾スリップウェイ20世紀初頭には基地設備のないところでの操業を可能とするため蒸気式の大規模な採油設備が備えられた捕鯨母船が開発された1903年に運用が始まったロシア太平洋捕鯨漁業会社のミハイル号及びノルウェー人が設計したテレグラフ号はその最初期の例である当初は ホブネ時代同様の原則解体を行わなければならず、川のみの非効率な利用で、また安全に作業をするには、湾内に停泊しなければならなかった。その後、1922年に、千里のスリップウェイが考案されると、養生作業が容易になり、しかも甲板で解体することから骨や内臓なども、原油原料とした効率的な利用が行えるようになった。 海藻を受け世界初のスリップウェイ装備母船とされたノルウェーのランシング号は1924年にアフリカ沿岸で創業を行い翌年には南極海へ出業した洋上作業可能な捕鯨母船開発の背景には捕鯨産業でノルウェーと競合関係にあったイギリスが南極大陸の領有権問題もあって領有権を主張する海域から ノルウェーの捕鯨母船の排除を図ったことがあると言われる。さらに1930年代の苦労の実用化で、近代的な捕鯨母船は完成した。この間、急激に船体も大型化し、当初は1000相当以下のものもあったのが、1930年頃には2万相当前後に達し、1960年頃には3万相当を超えるものも生まれた。 捕鯨母船を中心に10隻以上の船団が組まれ、キャッチャーボートなどが分業して活動するようになった。日本の古式捕鯨では、用途に応じた多様な捕鯨船が、クジラ組と呼ばれる、捕鯨集団によって開発された。クジラを追い込み森を打つ15人乗り八丁路の、海速停瀬小舟、網を展開して、クジラを拘束する、網船、2隻組で捕獲したクジラを挟み込み栄光する。 持ちそう船などが存在した。いずれも船団内での識別と装飾のため、赤や秋、黒などの派手な色彩で塗装され、きらびやかな姿を誇った。明治新頃から西洋式の捕鯨技術が導入され、主力はノルウェー式の捕鯨船へと移行した。近代における特色としては、芸肉の食用需要があったことから、捕鯨船団に、 芸肉の冷凍設備や塩奏設備が広く導入されたことである。1934年に運用開始した日本最初の本格捕鯨母船であるトナ南丸はノルウェー戦時代からの冷凍倉庫を装備していた。1939年に日本最初の大型冷凍光線である厚生丸が導入されたのを皮切りに、以後も多くの専用の塩奏光線や冷凍光線、運搬船が 船団に加入するようになり、缶詰加工も行われた。なお、沿岸捕鯨では、捕獲したクジラを基地へ栄光する際に、肉の鮮度低下を避けるために、オーニングと呼ばれるキャンバス製の覆いをかけるなどの、工夫を行っていた。公用性が高くなが距離航海に耐える、捕鯨船は、他の用途への転用がしばしば行われた。米英戦争やアメリカ南北戦争の際には、 多数の捕鯨船が市略船や紹介用の補助軍艦として用いられた。第二次世界大戦ではキャッチャーボートが苦戦艇や総海艇として各国で使用された。第二次世界大戦時の日本では95隻のキャッチャーボートが特設苦戦艇や特設総海艇などの特設艦艇として正規艦艇の保管用に徴用されたほか輸送船用に 捕鯨母船6隻全部が徴用され、うち67隻のキャッチャーボートと捕鯨母船すべてが戦没している。なお、イギリス海軍ではキャッチャーボートの設計を流用したフラー級コルベットが建造され、一部は戦後に民間の捕鯨船になっている。捕鯨母船は魚器以外はタンカーとして使用されることがあった。また、小船時代の捕鯨船はスコット隊のテラノバ号のように、 極地探検隊の探検船に用いられたこともある。江戸時代の日本では、捕鯨船の高速性能を生かして水害時の救難や復興作業に用いられ、クジラ船所を巡る御用と称していた。1977年、日本の排他的経済水域が沿岸から200海里に拡張され、その面積はおよそ405万キロ平方メートルと増大した際には、 海上保安庁の巡視船の建造が間に合わず、海上保安庁は巡視船を保管する警備級南洋船舶の種別として漁業監視船を定め、商業捕鯨の縮小で余剰となっていたキャッチャーボート2隻を要船した。これらのキャッチャーボートには各2名の海上保安官が乗船し、1年間運用された。また、海上保安庁への要船期間の終了後は水産庁に、 漁業取り締り船として要請された、佐賀県立博物館、玄海のクジラ通り、再開捕鯨の歴史と、民族、1980年漁業法第52条、第1項の指定漁業を定める政令2019年7月1日付、西日本新聞有刊日本の動物機毎日新聞社122ページ、高速性能などが優れたことから、捕鯨用以外の船舶にも、 当裁定として採用され、同様に、捕鯨ボートと称された。当時の捕鯨拠点の一つだったアゾレス諸島では、捕鯨ボートを沿岸から使用する捕鯨が行われ、動力船で栄光して洋上へ出るように進化を、しながら、商業捕鯨停止となるまで続けられていた。同船は、翌年の日露戦争勃発により、日本によって打破される、第二次世界大戦前においては、 外交客船と並び最大級の民間船であった。ただし、中区諸島で沈没した第3都南丸は、捕鯨船不足のため戦後にサルベージが行われ、再使用された。ありがとうございます。